皆さんごきげんよう。えー、クシャロンのベースになった、えー、馬車論というのをご紹介しようと思っております。あの、前回見せましたように、とても、あの、全部紹介できるようなものじゃないけれども、ごくごく、その一部を紹介して、えー、馬車論という、まあ、仏教史上最大の哲学書が、 中はどんな風に書かれているのかというその様子をね、えー、ご紹介しようかと思っております、えー、まず最初に馬車論に取りかかる前にこの節一切ウ部と呼ばれるこのグループですね部派、えー、と私たち呼びますけども、えー、セクトっていうんですかね、えー、あのそういう一つの同じ考え方で集まっているグループで、えー、昔インドにあったグループです インド名はサルバースティバーディンサルバースティバーディンというインド語が本当の名前でそれを私たちは漢字に直して「節一切ウブ」と呼んでいるんですが今回ご紹介しております「クシャロン」などのこういったアビダルマ文献は皆この「節一切ウブ」に属しますで。今からご紹介しようと思っていますこのバシャロンも 同じく、節一彩うの中に含まれております。つまり、節一彩うの学僧たちが、偉いお坊さんたちが、今から2000年から1500年ぐらい前の間に作っていった、アビダルマなんですね。で、その概略、本当の概略です。あの、実際はものすごく複雑で、まだまだたくさんいろんな本があるんですけども、それをいちいちね、ここでご紹介しても、 かえって混乱しますので、本当の枠組みだけご紹介しておきます。えー、まず、節一細部では、いつ頃かわかりませんが、ひょっとしたら紀元前かもしれませんが、えー、そのグループの中で、えー、陸足と呼ばれる、これ、六本の本という意味です。えー、六本の基本的な、あ基礎的なビダルマの本が書かれました。 で、これも、そのまま今も残っております。私たちも読もうと思えば読めるんですね。この6本の基礎的な、まあ、なんていうかな、えー、あまりその体系的ではない、えー、割と短めの、えー、基礎的なビダルマの論書が作られました。で、その6本のビダルマの本を元にして、それをある程度まとめた形で、 ホッチロンという名前のアビダルマの本が書かれたんですね。で、このホッチロンという、まあこれ、これがあの大変重要な本だということでね、えー、説一細部の中で重要視されまして、今度はそのホッチロンを注釈する、ホッチロンの一つ一つの言葉に対してそれをあの説明していくという、そういう立場でついに、 このアビダツマ大リバシャロン、つまり私が何度も言っております、バシャロンが登場するわけです。登場するわけです。で、ホッチロンはそんなに長くないです。まあ比較的短い本です。しかしそのホッチロンを注釈する、このバシャロンは、前回お見せした通り、こう丸々一冊、千ページにも及ぶ、あの、大変な、えー、哲学書ということになったわけなんですね。 えー、アビダツマ大ロンバ論、馬車論は、ここに書いておきました。ホッチ論の注釈書なんですが、実際は注釈というスタイルで書かれていますが、そこにビシッと、すごいことが、あの、なんていうか、あらゆる事柄が、あらゆる学説がまとめられて書か、ここにこう載せられていますので、実質上は仏教史上最大の哲学大全 という哲学大全。つまりですね。もう哲学全部入ってます。という本になってしまったわけなんですね。これが、まあ、あの、前回申しました通り、たくさんの荒ンと呼ばれる悟った人たちが集まって作ったんだ。という、そういう伝説ですけどもね。そういう本が、ついに登場したわけです。ですから、これはもう、節一細部というグループの人々にとってはもう動かしがたい。 もう決定版という、えー、そういう阿弥陀沼ができたんですね。しかしそれがあまりにも大きすぎて、えーまあ、使い出が悪いし、まあ、とてもね、えー、今みたいにコンピューターで検索するとかそんなこともできませんから、読もうと思ったら全部頭の中入れていかなくちゃいけないですかね。 だからそういう意味では大変なあのその大きさの本ができましたもんで今度はそれを簡略化して分かりやすく書い,書書いてよと <laughs>、えー、馬車論の,その概論みたいな形にしてもらいたいという動きが出てきて今度は巨大化から 今度はコンパクト化っていうんですかねそちらの方へ動きが進んでいきましてそして何本かのそういう本が書かれた中で今度はその何て言うかな読みやすさ理解しやすさ全体のスマートさという意味でピカイチの本としてクシャロンがアビダツマクシ,クシャロンが登場するわけです。でこのクシャロンはセシン というインド人ですねバス・バンドゥという名前のインド人の大学者が書いたんですねそういうことであります。で今のこの骨組みだけをこう考えると非常に単純ですからあそれじゃあクシャロンを読めばバシャロンの骨組みというのかな枠組みは分かるんだなだからバシャロンとクシャロンはまあ大元とそれのおまああの 簡略版だと。そうだなとこう思いたいんですが、おもそうなんですけれども、実質はもうちょっと複雑な状況になっておりまして、こうなんですね。馬車論をベースにしてクシャロンは書かれたんですが、しかし馬車論が言ってないこと、あるいは馬車論が正しい説ではないと言っているような説を正しい説だと言って。 クシャロンが採用している場合が結構あるんです。バシャロンとは異なる説も多く含まれているんです。おかしいじゃないか。バシャロンをベースにして、それの、まあ、あの、簡略版としてクシャロンが出てきたんなら、全く内容は一致するはずだろうと思うかもしれませんが、実は、このクシャロンを書いたセシンという人は、このバシャロンを、バシャロンをね、そのまま、あまあ、 継承してバシャロンの言う通りですという考えの人ではないんですバシャロンおかしいよとバシャロンにも間違いいっぱいありますよ違う考え方が正しいんですよという立場の人なんですねでその人が一応バシャロンをベースにして、えー、書きますよと建前で書いたんだけども 橋橋には、その書いたクシャロンの橋橋には、バシャロンと違うこともいっぱい出てくる。その人の、なんていうか、あの、本、本質、本質というか、本心が現れてくる箇所も結構あって、だからね、比べてみると、バシャロンの通りでないところがいっぱいあるわけです。で、その理由は、えー、著者の世心、こういう字書くんですね、あの、世の中の世に親と書きまして、著者の世心が、 天人とも言うんです。あの、天、神様の天と書いて天人とも言いますが、このセシンさんが、えー、胸部、胸部という名前のグループです。という別系統のグループに属しているために、別系統ってのは何かというと、馬車論絶対、馬車論絶対正しいですというグループとは別の、馬車論は、 そのままでは信頼できないんだ。馬車論とは違う考えが正しいんだという別系統。つまり馬車論正統派ではない別系統の教部と呼ばれるグループに属している人だったんですね。で、その人が馬車論をベースにしたという建前でクシャ論を書きましたので、各所に随所に非 バシャロン的な考えも出てくるというわけなんですね。で、この胸部というのは、先ほど申しました、説一冊部というグループの中の、まあ、ていうか、サブセクト。全体として説一冊部なんですが、その中に、バシャロンを、まあ、正当だと、バシャロン絶対主義の系統の人たちのグループと、胸部と呼ばれるバシャロンに、 まあ、反する、それと違う事柄も主張する、胸部と呼ばれるグループも両方含まれてたわけです。含まれている。で、その胸部にセシンがあの属していたというわけなんですね。そうしますとね、これ考えてみますと、えー、バシャロン絶対主義の絶対派の人たちの、そのバシャロンを世心がベースに バシャロンをベースにしてクシャロンを書いたとしますとこのバシャロン絶対主義の人たちからクシャロンを見たらどう見えるかということです。どう見えるでしょうか。ねえあのクシャロンはいバシャロンベースにしましたって清新さん言って書いた本なんだけどもよくよく見るとバシャロンと違うこといっぱいあるじゃないかということになります。そうしますとこの 馬車論を絶対的に正しいと考える人たちから見ると、クシャロンは、なんだそれは、ということになりますね。な、なんだそれは。俺たちの馬車論をベースにしたと言いながら、違うこと変えていいじゃないか。けしからん本だと。けしからん本だと。<laughs> いうことになりますね。ちゃん、あの、違うことを言うなら言うで、そう言えばいいじゃないかと。 この本は、バシャロンとは違うことを言ってる本ですと言って書けばいいのに、バシロンのをベースにして書きました、なんていう、あの、表看板はそうなってるのに、中見たら違ってると、こんなものが許せんというわけで、許せんって言ったかどうか知りませんが、今度はこの、クシャロンを批判する。つまり、バシャロンの系統の人たちが、 クシャロン間違ってるだろう。バシャロンの言ってることと違うじゃないかという、そういう本も書くんですね。そういう本も書くんです。そう,そういう話もしたいけれども、えー、そこまで言うとややこしくなりますから、そういう本が今度はクシャロンの後に、バシャロン正統派の人たちの中から出てくるんだ。人たちがそういう本を今度書くということで、まあ、胸部とね、えー、バシャロン正統派。 の人たち。まあ、これ、バシャシというんですが、まあ、それはいその、ャロン系統の人と、教部の人たちとの間でまあ、言ってみれば、学説をめぐった、あの、同じグループの中での論争という形になっていくわけなんですね。よろしくお願います。まあ、そういう、うん、あの、えー、一本筋ではない、一筋縄ではいかないような、説一細部の中での、お教えの違いっていうのが、 出てくるわけなんですそれ喧嘩じゃありませんからねあの罵り合いじゃありませんそうではなくて、えー、まあ言っては学問的な論争であるとどちらが正しいか理を通して論じ合おうじゃないかというそういう非常にまっとうな形なんですよまっとうな形なんですけれどもそういった、えー、その意見の相違による論,論争的な、えー、状況が これが大体今から、えー、1,500年ぐらい前のおインドのこの節位細部はインドの北の方今でいう,うカシミールからガンダーラガンダーラというともう今のパキスタンですわね、えー、そういう地方のお話なんですそ,そこで起こっているお話なんですねはいもう迷うが随分長いんですがまあ、えー、これとても大切なことでその その、あの、馬車論正統派のアビダルマンも、それから、胸部が、胸部の世信などの、クシャロンなどのアビダルマンも、両方のグループのアビダルマンが、両方とも中国へ入ってきます。で、みんな漢文に翻訳をされました。で、それがそのまま日本に入ってきています。だから日本には馬車論も伝わっているし、 クシャロンも伝わっているんですね。漢文でね。だから、えー、日本のお坊様たちはその微妙に違う二つの本を両方、えー、教科書として、テキストとして仏教を学んでいたわけじゃない。で、両方に違いがあると、あの、食い違ってるんだということも、もう昔から分かっておりました。みんな承知の上です。えー、本当は微妙に違ってるということを知りながら、それでもそれを、まあ、 大事な教科書として両方使いましょうということで、中国でも日本でも昔から重要視されてきたというわけなんですね。はい。まあ今日はここで終わらせていただきますが、一応、今からご紹介をする馬車論ですね。先回この実際の実物の本を こんなに暑いですよって本をお見せしましたが、えー、その中の一節を引くとこういう形、これも一例です。こういう形で漢文でね、えー、まあ縦書きですけど、えー、実際はね、えー、こういうふうに漢文で、えー、書かれている。これがバシャロンの一節です。で、先ほど言いましたように、あの、ホッチロンという、それよりも前にあった比較的短いアビダルマの本を 注釈するという形で、えー、書かれているんですね、このバシャロンは。ですから、スタイルは注釈です。ではこれ見てください。この下線部分ね、一行だけちょっとあるでしょこれが、ホッチロンの文章なんです。で、このホッチロンのこの,この,この一文を引いてきて、さてこ、のこの下線部分は、 何を言ってるのか、詳しく説明いたしましょうと言って、馬車論が本文、あの、それを注釈していく。だからこの河川部から後のこれがずっとこの河川の部分の注釈になるわけなんですね。これで終わらないですよ。私途中で止めましたけども、この後もまだ延々とこの注釈文が続くわけです。たった一行の半行のね、これだけのホッチ論に対して、ダー 説明をしていくだからあんなに大きい本になるということなんですね。はいじゃあ次回からはこれを実際にこれ何言ってんだということを分かりやすくそのまんまね難しい漢文読みで読みましょうそんなんではなくて何を言ってるのかということを皆さんにご紹介するそのですね回に入っていこうと思います。じゃ今回は 今回もまたあのイントロみたいになっちゃったけれども説、うんえー、一切産むという中での阿弥陀ルマの大きな流れについてのみご紹介いたしました。また次回お目にかかります。これでごご一